よろしくお願いします。ファイナルシリーズ初日、 第2試合が開始されました。トンチャに高宮、ナンチャに近藤、シャーチャに堀、ペーチャに日向の並び、トンの一曲ドラマチーマンです。解説は引き続き最高位戦日本プロ麻雀協会より津田浩翔さん、よろしくお願いいたします。お願いします。高宮来たんじゃないですか、いきなり。もうこれをね、はい、ものにしないと。そうですね、はい、ドラーカの高ハイパイ、超高ハイパイと言っていい、はい、なんちゃの近藤連投となっています。こちらこいつが2組やん面2つの、これはちょっと厳しい手配に見えます。親に合わせて吐くから、おっと、堀は赤赤、よく合わせましたね。今度赤赤2メンツですね。日向も2メンツと両面1つ、ドラドラですよ、はい、これみん、うん、あの近藤以外の3人がいいですよ。いきなりこれだって高宮はもうこれ引く手じゃないですもんね、ええ、親近藤は様子見たいぐらいの手ですが、吐くから切りましたね。よく吐くから切りましたよね。意外な選択です。そしてこの人です、桜ナイツの超キーマン堀慎吾、2メンツで赤赤。ああ、じっと場を見回してます。ここは失敗できねえぞと。8万きます。日向だって2メンツのドラドラだったら簡単に引けない。目いっぱいきますね。なるほど、いきましょう。どこまでも広く1メンツ。ただ近藤としてはこんなところでメンツができてもなという感じですか。あ、そうですね。9ピン重なって一応イーシャンテンですね。まあイーシャンテンに見えないイーシャンテンですかね、うん、そっくりウーピン9ピンアンコになってもテンパイ外しますか。そうですね。ってことはペン3ピン入った時にもテンパイ取らないパターンありますね。3ウーピン切りや9ピン切りみたいな。あ、そうですね、はい、なんだチーピン、どう打ちましょうか。まあペンちゃん払うのが筋なんですけど、マンズの伸びとピンズの上目の伸びが全部残りますね、うん、これウーパーピンローキューピンの選択できない場合はウーワン切っちゃうとペン3ピン残るんで、はい、まあ、ただ E ピンとリャンピンが2人早いんで、ペン3ピンが E となればウーワン切りますけどね。今ウーワンにちょっと手が伸びましたが、選択したウーピン切り選択、マンズの伸びは殺さずにペン3ピンを引いたり、まあ、残った時もリーチもあるかもしれませんね。さっきの話では、あのウーピン先打ったんでね、ウッパーピンだけ涙を飲むと、難しい打ち方しましたね。ん、伸びたな。わー、今度もシャア残して3ピン外し、ドラドラの日向。第1試合の松本はノーホーラー、こちらが親のドラーカの高宮、第1試合の滝とノーホーラー引かないですね。ちなみに高宮はセミファイナルシリーズの獲得ポイントマイナス 12.7 ポイントの第14位となっています。ただラス引いてないんですよね。あ、高宮ですね、はい、なるほどなるほど。ですから悪くない、トップはないながら2着2回の3着1回ですか。そうですね、よく粘ったって感じですよね。着順の分布はいいですね、はい、なんかやっぱりこのファイナルシリーズも鍵を握ってるのは女性陣じゃないですか、はい、なるほど、そう見ますか。各チームとも、うん、うんうんうん、女性陣といえば、まあ、あのレギュラーでかなり活躍した選手でいうと茅森がセミファイナルに入ってちょっと不調だったんですよね、はい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 、それからちょっと男性の話でいうと大井がやっぱりセミファイナルに入ってかなり調子を落としたかな、はいはいはい、お、どうしますか。まあ、まあ、4万5万っていければね、スッチーソーが場に出てるわけ、ソーズは割といいんで、あ、これでいいですね、勝負ですね。もうかな形になったらどっからリーチ来ても飛び、もう降りないでしょう、はい、近藤イーシャンテン、シャアで目いっぱいいくか、それともペン3層払いますか。ペン3層2枚も場に出てるんで、ええ、ただ引いたら熱いですよ。一応イーソー切っといて、あ、目いっぱい、いや、よく目いっぱいに打ったね。そうですね、親に対し、親に対しての安全牌が4万1枚だけか、結構思い切った決断ですね、はい、さあ日向これで、あ、これでよし、いや引きましたね。サブロキュアにはなってたけどね、はい、そんな選択はないよね。確かにないです、そんなのは。
そんなのやめてください。だってスッチーソーがもう大変なことになってます。あれ山に6枚です。山6です。サブロック9番なんかどんだけ残ってるか分かんないですよ。でも場には全然出てない。よかったね山6。ああ1個減った。山5だけどね、一発で積もれば。そうですよ、山5は一発期待したいですよ。ノーホーラの4着に沈んだ滝沢の無念を。ハネマンから6勝るから一発は6勝るですよ。もちろんドラーカですから。5山日向だって簡単に引けない。ドラドラいった。スチソー5山チーピンじゃない。これ今度4万切った方がいいんですけど、その後どうなんだろう、続くのかな。2ピンあるか、4万と2ピンあるか。いやだけどあれだけ目いっぱいにしちゃったからね、はい、そうですね。うわまた通ってないところ。これはね結構皆さん前に出ていけないかな。一旦ペイですか。一旦回るか。一旦ペイですね。我慢して、はい、5枚あれば積もれるだろう高宮。ちなみにサブロッキューマンも今の時点で5枚ですね。あ、チーソー減った。ただ何打つ。チーピンが一応現物だが相当上がりは難しくなると。ウーピン中筋いきましたね。満足くっつきで9ピン勝負ですね。ワンチャンス、粘ってますよね。粘ってますよ。怖いな。粘ってますよ。近藤もいいシャンテン戻ってきましたよ。もうこの人たちすぐ戻ってくるからね。あ、テンパイですよ。闇天現物ました。ピンフイペイコードラドラ目立ってないぞ。現物切って、あ、馬は中筋か。中筋ただこれこんあの堀は通走も止めれないですか。止まるんじゃないですか。止まんないっすよ。闇天の漫画入ってるんですよ現物待ちの。あ、闇天漫画、はい、ピンフイペイコードラドラで赤赤です。ただこれ現物がチーピンでスーピンは筋なんですよ。あ、スーピン、嘘だ。8000、はい、いや、スーピン多分2枚か3枚ですね。スーピンはおそらくゼロ。いや、残酷な話。スーピンは2枚です。